未だに嘘やんと思ってるかな俺。スターが我々 YouTube で生まれましたから。どうもかまいたちです。ウスコイ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 。さあということで今回は、はい、かまいたちチャンネルネオミルクボーイ流行語大賞発表、はい。さあいろんな動画撮ってまいりました、はい。この中で今年1年の流行語を決めてみようということですね、うん。なるほど、はい、150すごいね。150本近く決めていきましょう。はい、時期をですね、はい、3つぐらいの時期に分けて、なるほど、見ていきたいと思いますが、まあ、これは最初のとこのね、どすこいどすこい、うん、どうなんだと思ったけど意外にこうみんなに言ってもらえるようになって、はい、やっぱ必要なんでしょう ね、名刺代わりの YouTube の挨拶っていうのは。確かに嫌やったけど慣れたな。ダッサいと思ってたけど慣れたわ。もうどすこい YouTube の時言ってくれる人の手がもうこうしてるから、見てます見てますって。わかる、ありがたいです ねどすこいどすこい、はい。まあ、これもなんかネオ師匠のアドバイス。そうですね。あとは覚えてる、これは衝撃やったね、苗字、難しい苗字を当てるってやつ。いまだに嘘やんと思ってるかな俺。黒柳全然違うもんね、うん、絶対読めない。柳沢みたいなことやもん。そうやね、二つで一つみたいな。難しいな。懐かしい、まあ、これも最初のライブ配信。あ、そうや、時空の歪みはファ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 みたいな俺らの声が遅れてきたりとかしてるんですよね、うん。なんかダイアンさんもなったらしい。なってたやつと同じのなってた。だからやっぱ YouTuber 初心者あるあるの現象なのかな。そうやろうな、音が追っかけてくるみたいな、うん。丸い毛の生えた生き物とかね、うんうん、どんぐりはあの山口が何かと断るごとにどんぐり使ってきたっていうね、はい、うん。どんぐり結構好評でしたよ。どんぐり見ましたよって。確かに、どんぐり見ましたよって言ってたもん。これ何？俺覚えてないねんけど、ヒートテックおじさん。これは多分卓球対決で俺が集まってきて上脱いでヒートテックになって、ヒートテックおじさんやみたいなことを山内が言った。なるほどね、うん。斧もね、歌斧とかいろんなやりましたけど、この斧に関してはあれなんよね、持ち物は銀シャリさんの持ち物やねんな。なんか銀シャリさんのがイベントで使ってる斧をほぼ許可なく勝手に借りたのよ。すいません銀シャリさん。すいません、あれ俺らの斧ちゃうかって多分思ってたんちゃうかな、ね、思っていらっしゃると思うけどすいません。やっぱこの中で言うとドスコイじゃないの。ドスコイかな。流行語っていうか毎回言ってるからな。まあな、流行語になるのかな。まあね。ああ、出た田辺さん。まあね。なんで言いたくなんねやろうな。あったな、いろいろな。私はドスコイだと思います。ドスコイね、前半は。うん、まあそうか、名刺代わりのドスコイにしましょうかね。いろんな方がやってくれたから、はい、残りは違うからもう。あ何この張り方。ちょっと待って、うんこだってね、これ鳥の糞で鳥のうんこで張ってる、これ何時代。さあ続いてのブロックですね、はい。もうここはね、もうねというか優勝候補です。優勝候補、ね、最有力候補、うん。足の毛バリコクテ草、このブロック損やな、うん、これいるから。でも俺カテキンくん、あ、ほんまや、すごいスターが我々 YouTube で生まれましたから、なんかエゴサーチで濱家って調べたらどんなんが出てくるかなって調べてみたら、うん、このカテキンをもう一度っていう子が、はい、自分のツイッターで、うん、なんか本当に多分フォロワー20人ぐらいの中で楽しんでこうやってたやつなんでしょうね、うん。何々と何々丸、何々ワングランプリみたいなのを自分で作って、いろんなものを項目出して自分で戦わせて1位を決めるみたいなのを作ってたのがあって、はい、その日がでかいワングランプリっていうのをカテキン君が自分で元なんで組んでて、いろいろあったよな。なんか若くして社長になったやつの肩幅とか、なんかそんなでかいワングランプリ、うん、いろいろ候補の中で僕が単純にかまいたち濱家っていうので入ってて3位になってたんかな。3位か。でそのトーナメント見たら、今までのも遡っていったらめちゃくちゃセンスあるトーナメントばっかり でそれで俺らの YouTube の生配信でおもろいやんこれってなったら、うん、一気にフォロワー増えて、めちゃくちゃ増えたっつって、ちょっと申し訳なかったもん。なんか何ていうの、そんなつもりでやってないのに、うん、あまりにも注目浴びちゃったっていうので結構いろんな人がフォローしてたよね。ねえ、面白いカテキンですけどね。
フリーズナダルとかとやった時のフリーズ遊びとかね。そう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 、あったな。ケンちゃんもう逃れられないよ。ケンちゃん浜沢の大根演技ね、はい、ナダルぶち切れて何やったっけ。ナダルちょい上がった顔むちゃぶりさせられてずっと不機嫌になって、うんうん、なんか下から上がってきてみたいな、はい、いやまあでもここですね。カテキンくんと足の毛バリ濃くて草にしましょう。そうしましょうか、はい、はい、ということでこの2名が決勝進出です。はーい、こんなのもこんな、あーアクリルが、アクリルが、はい、はい、続いてのブロック。いやデブイエいいですね。あーなるほどな。写真込みでやっぱ浮かんでくるもん。あれいいっすよね、あの写真。デブすぎるもんね。確かにな、見て面白いね。草って何やった。マックスガード。ああ、やってた。あーやってたな。うん、香水もね。そうや、やっぱり流れに乗って YouTube の一番再生回数多い今のとこ150人です。すごいな、強いよね香水って。強いな。ビスチェ、ビスチェ濱家のビスチェ今見ても全然ええけどな。青々にな。グレーのビスチェ。だからサイヤ人、サイヤ人って言われてたよ。言われてた、ベジータ、ナメクセン。ビスチェ草みたいになってるもん。いやビスチェ草なんだけど。来るんだ。どう。分からへんの、見てないから。見ろっていい加減ほんま。でもなんか2チャンネルとかでスレッド立ってたよな。なんで。かまいたちの山内の俺トトロ見てないけどみたいな、他にあるみたいな。あー、うん、あそうそう。で鬼滅の刃のとかも、うん、山内のトトロと一緒やみたいな。なるほどなるほど。感じになってたから今さら見れないみたいな。見れない、うん、うーん、トトハラみたいなことらしいですよ。見ろよっていうの、キメハラっていうのが今言葉できてるやん。鬼滅の刃見た方がええでってやつ、見てないやつに対するハラスメントみたいなに、トトハラっていう言葉がトトロハラスメントらしい。俺鬼滅の刃見たことないね。おお、いやめっちゃ時間かかるね。もう今更見られない。鬼滅はでもいるから、トトロほどじゃないよ。 なんとかの呼吸とか言うのやろ。知らんわ、うん。言いたなってるよ。見たいわ。見ろや。なるほどな。いいですね。いややっぱデブイエじゃないですか。デブイエね、今回が。はい、わかりました。デブイエに決定です。これだけ。いや俺はこのアクリルは大丈夫。アクリルや。さあということで最終候補まで来ました。さすがですね。さすがの4つと甲乙つけがたいねー。いや、どうしよう、ん、どうする。だいぶ笑わせてもらったのはやっぱこれですよ、うん、足の毛ばりこくて草は。でも支えてきたのはこのドスコイとかやし、そうニュースターはカテキンとデブイエですね、うん、でもな、流行語やからな、王道行くのが流行語なんじゃないの。うん、なるほどな。うん、だ倍返しだみたいな。そうでしょう。この辺がまあねじゃあもう絶対これ倍返しとまあねやったらもう絶対これ。どうします、せーので指さす。そうしましょうか。 OK 決めた。決めましたね俺も、まあ、はい、これはもう、はい、いきますか、せーの。そうやね、これはもうしょうがない、ね、トレンドに入ったもんね、足の毛バリコプテクさ。そうそう、うん、やっぱダントツですね。ダントツやな、はい、よかったけど、ドスコイカテキンデブイエもね、うん、よかったけれども、大賞は足の毛バリコプテクさです、はい、次回する時までに足の毛バリコプテクさを超える何か欲しいですね。そうね、かまいたちが YouTube でやってたやつやんみたいになるぐらいのか。俺がもうブラジリアンワックス脱毛のとこ行ってツルツルになって、うん、それを例えてもらう。あのこればりのいい足の毛、なんやろうな、一箇所鳴ってるよね。この間番組の収録で
ブラジリアンワックスで一箇所だけ最悪、めっちゃ痛かった。急所ですって言ってるようなもんやな。ここが急所です。さあということで、はい、他の3つはなしね。そうですね、足の毛バリコークで草だけでしたね、はい、優勝でございます、はい、おめでとうございます。はい、で取ったからって何なん何なんチャンネル登録お願いします。何かしらこれはちょっと進めていけるよ。なるほどね、毛上げようか。じゃあ毛バリコクテ草毛ブラジリアンワックス。あ、いいね。それファイルにして、ここの毛とここの毛とケツの毛と、なんかそのファイルにして濱家の各パーツ。いや、ケツの毛バリコクテ草って言ってないから、足の毛って言ってるから足の毛で、足の毛でいいのか。なんかあげましょう。それは何かしら、その人にまつわる何かしらを送っておきます。あ、いいですね。